藤波が16回目の防衛に成功したその日、デビュー戦を藤波と戦ったグラン浜田が UWA 認定世界ジュニアライト級王座2度目の防衛戦を行った。グラン浜田は新日本プロレス旗揚げ前に入門した練習生第1号であり、新日本生え抜きのジュニア戦士である。グラン浜田はその小柄な体格から始め、リトル浜田のリングネームでデビュー。しかし1975年にメキシコ遠征するや、外国人として初の3階級制覇を成し遂げるなど、メキシコマットの頂点を極めた。日本のジュニアヘビーを語るとき、なくてはならない存在となっていた。さあ、もう一回行くか。さあ、浜田はかわしました。さあ、パンチをかわして、アームホイップに持っていきました。体をかわして、そしてジャンピングヘッドシザーストロップ。さあ、もう一回、一回転ジャンピングヘッドシザーストロップ。浜田しかできません、超ウルトラ殺法サイクロンホイップ。チャレンジャーのベビーフェイスはリングした。突如出ました浜田の空中殺法。館内大歓声、浜田コールでやります。桜井さん、はい、今のは見事でしたね。そうですね、あの最初のね、この投げられた時はね、まだ、ね、あのエンジンかかったやという感じでしたがね、はい、やはり2回目でその感じつかみましたね。山本さん、はい、ちょっと緊張がほぐれてきたんじゃないですか。そうですね、まだでも顔青いですからね、もう5分過ぎましたね、はい、もう大抵普通だったら顔がですね、赤みを帯びていいんですけど。まだまだですか。さあ、ブレンバスター低い体勢。やはりあれでしょう、精神的にも肉体的にもですね、はい、やはり10分ぐらいのところがね、はい、浜田君のエンジンが全開してくるんじゃないでしょうかね。あ、そうですか、はい、その浜田に期待したいと思います。バックからスリーパーホールド。ちょっと苦しそうな表情になりました、グラン浜田。去る2月の4日、メキシコシティであのセーザル・バレンティーノを破りまして、この権威ある UWA のジュニアライト級タイトルを獲得いたしました。そして11日にリターンマッチも防衛いたしまして、今日が2回目の防衛戦になります。投げを打って抑え込みました、ベビーフェイス。カウント1つ。3年8ヶ月ぶりに日本に勇姿を見せましたこの浜田、メキシコで3年連続最優秀選手賞獲得という、そういった輝かしいお土産を引っ提げて日本に帰ってまいりました。そのチャンピオンの浜田、強敵ベビーフェイスと戦っています、リング上。この浜田もですね、はい、このシリーズ終わったらまたメキシコへ帰るわけですよね。そうですね、向こうのプロモーターの方がですね、全然話してくれないんですよね、はい、まあ、一方の日本の方もですね、はい、ファンがこの浜田選手このシリーズだけで帰ってもらいたくない、 そうですね、そんな声も盛んに飛んでるようですね、はい、放送席、はい、浜田はメキシコに帰りましてですね、はい、レネ・オハルドが挑戦を申し込んできてるそうですね。あ、そうですか。まあ、今UWA の世界ジュニアライトヘビーというのは、はい、浜田を頂点にしましてね、はい、バレンティーノ、それからベビーフェイス、レネオ・ハルド、はい、この3人が競ってるわけですがね、はい、ヘッドバット、ジャンピングヘッドバット、メキシコではこれをトッペと言います。頭から突っ込みました、浜田今ぶつかりましたね、はい、空中でお互いに倒れています。カウントが入ります。浜田が勢いよく胸元に飛び込みました、ほぼ同時に立ち上がりました。さあ、サイドに固めてサイドスープレックスだ、サイドスープレックス、挑戦者のベビーフェイス、カウント2。船橋さん、はい、やはりそれだけ強敵がどんどん名乗りを上げているということですね、メキシコでも。そうですね、はい、まあ、このベビーフェイスにしましてもバレンティーノにしましてもですね、この試合はベビーフェイスにとっては非常にやりやすい試合ではないかと思うんですよ。あ、そうですか。まあ、メキシコに帰りましてもね、何回も挑戦のチャンスはあると、はい、おっとトップロープに登りました、浜田がトップロープからプランチャー、浜田のプランチャー、超ウルトラ殺法です、ダイビングアタック。これはね、かなりね、ベビーフェイスは頭打ってますからね、はい、強烈なダメージいってんじゃないですかね。そうですね、はい、山本さん、はい、マットの外でした、今放送席、はいはい、放送席、古田さん、はい、どうぞ。浜田はですね、今ダイビングしまして膝を打ちました、自ら膝を打ってますよ、自ら膝を打ちました浜田、ところなんですがね、これ足を引きずっています。ですからダメージは浜田もありますよ。あ、そうですか。さあ、今度はベビーフェイスがかわした、ローリングクラッチホールド、ローリングクラッチホールド、カウント2、カウント2、自ら飛びました、浜田もダメージを負いました、クランチャーダイビングアタック、しかしダイビングアタックは自爆です。よく読んでいましたベビーフェイス、ベビーフェイスも読んでいた、よく見てますね、相手を。そうですね、ショッタースルーは着地、カンガルーキック、カンガル
ました。目まぐるしい攻防です。さあ持ち上げた、さあ回転、ローリングクラッチホールド、ローリングネッククラッチホールド、決まった、カウント入りました、カウント入りました。櫻井さん、はい、まあ、自ら膝を打ってどうなるかと思ったんですが、そうですね、よく持ちこたえましたね。決してね、最高のコンディションじゃなかった。